こいつか。こいつっぽいな、なんか。こいつっぽいな。もう、ちゃんこ食えないっすっていう顔してる。もう、ちゃんこ食えないっすっていう顔してるわ。こいつっぽいな、前回。途中で終わらせてる、途中で終わってる、ミニミッション。これ、弟はいずこ。マルココード。ここっぽいわ。こいつがその弟でしょ。そんな気はする。なので、こいつに話しかけようか。もう、ちゃんこ食えないっす感がすごいんすけど。ぜいぜい、もうダメだ、ゴロン。この岩の奥に勇者の秘密があるんだ、ゴロン。その秘密を見つけたら、僕もきっと立派になれると思ったんだけど。でも、もう力が出ない、ゴロン。お腹がカランコロンだ、ゴロン。弟よ。そうであったか、そうであった頃すか。あ、結局、兄貴も来たやん。弟なりに考えて行動していたんだゴロスな。お願いがあるでゴロス。弟に力を貸してやりたい兄心でゴロス。ここを出た坂の下にあるトロコ崖に老水岩がゴロンゴロンしてるんでゴロス。それを取ってきてほしいんでゴロス。自分で行きたいのは山々でゴロスが、持病のゴロン肩がひどいんでゴロス。ゴロン肩。あんたを見込んでお願いするでゴロス。バカりやした。とりあえずここ降りていやいいってことか。ちなみに、食い物は大丈夫なのか？あ、まあ、それなりにはあるか。絶対こう、敵おるもんね、ここ。脇をすり抜けていくか。なるべく交戦をしない構えで。どこなんでしょう。老水岩というものをもう私は見たことがないので何とも言えないんですが、この辺かね。これっぽいな。完全に老水岩や。調べんでもわかるわ。これやろ。これを持っていかなあかんのか。めんどくせえな。取りに来いよ。意味がない。見つけただけや、それは。意味がない。あら、岩落としてくるとか。ずりーな。ずりーわ。考えがずりーわ。敵いっぱいおるな。危ないぞ。自分で死んでってる。うわ、狙われてる。やめろやし。やめろやし。やめろやし、それは。危ない。ちょっと死にそう。さあ、どこ行ったか分からなくなった。わしの肉どこ行ったんや。ロース肉どこ行ったんか分からなくなった。取り直しか。結局か。さあ、登ってこれたぞ。やっと登ってこれた。待たせたな、つって。
おい、油売ってんじゃないぞ、お前、ゴロン肩、お前。ゴロン肩野郎に。もう、ね、命名や。焼くんや。素晴らしい殺す。最高級のロース岩で殺す。すぐに料理するで殺す。楽しんどる。ああ、ちょっと火がついたんや。なるほど。デリシャス焼きロース岩の完成だ、殺す。日本か。弟よ、できたで殺す。食べるで殺す。おお、こら、うまそうだ、こら。早速いただきます、こら。硬そうやな。うわ、硬そうやで、ね。絶対歯かけるやつや。このコード、顎に響く歯ごたえ、ジャリジャリの喉越し。圧縮された鉱物の旨味が強火で熱せられて、口の中が大噴火ゴロン。なんやね、もう、ミスター味っ子みたいなコメントしよう、ほんま。僕は今、デスマウンテンになったゴロン。ゴロン、ゴロロロン。兄ちゃんの料理は最高でゴロン。熱しただけやと思うんやけどな。お腹いっぱいになったゴロン、さあやるゴロン。一個でよかったな。一個で満腹してくれてよかった。ゴロンアタック。結局はツルハシのおかげ。おお、これが勇者の秘密ゴロン。ん、ゴロンシティでも見たことあるような。これが勇者の秘密ゴロスか。ん、どっかで見たことあるゴロス。とにかくすごい発見だ。わ、弟よ、ゴロス。嬉しそうやな。あれがダンスか。阿波踊りみたいになって。ありがとう、ゴロン。ゴロンシティに帰ってみんなに報告だ、ゴロン。ですか。弟に力を貸してくれてありがとうで、ゴロス。さあ、立派になった弟、ゴロンシティへ、ゴロンシティへ帰るで、ゴロス。うん、帰りなさい。私は行ってきますんで。ケハラマの祠。なんもないんか。なんかあるんかと思った。じゃあ行きましょうか。欲望の坂。欲望の坂らしいです。欲望まみれの私に行けるんでしょうか。あー、欲望だ。やめてほしい。あぶんね。何ちっちゃいの。あぶね。何ちっちゃいの。何やのちっちゃいの。2個も来る。行けて。危ない、間に合わない。欲望の坂だね、ここは。もう、なんだろう、命名するならもう欲望の坂だよ。適当。適当なこと言うとるわ。あ、宝箱かかんねえ。あ、これ、逃げ場ないやん。この宝箱は、なんだろう。マグネキャッチできる？マグネキャッチはできない。坂から降りれば、パラセールで届くかな？あ、もう終わり。欲望の坂だね、ほんと。だから僕一個だけ。一個だけでした。爆弾や。まあ、いるかいらんかで言ったらいらんけど。まあ、あって困るもんではないか。はい、ということでミッション達成です。ゴール。あ、もうゴロン二人いなくなった。早いな、逃げんのが。逃げてはないやろうけど。さあ、このオルディンの地方でまだ行ってない
こらはどこでしょうか。もう全部行ったかな。ここも行ってる、行ってる。はい。でここ今開けた。はい。これも行った。これも行ってる。こっちも行った。あとはここですね。このマップピン立ててるとこ。ここだけですね。うん。なのでこのマップピンのとこ行きたいので、ドクロ岩のとこから行きましょうか。ブーメランなんかあんねや。R で投げると大きくこう描いて戻ってくる。さあ、ドクロ岩の、そういえばなんかドクロ岩の左目になんかあるとか言ってたな。行ってみようか。左目はどこ？この下か。この真下。これが左目やねんけど。何がある？枯れ果てた大地。なんかこの周りの気持ち悪い。水中の花は何すか？ドクロ岩の左目に何かあるとか言ってなかったっけ？あらあら、なんかミッションを出さんと何も出てこんのか。かもしれないっす。降りちゃったな。無駄に降りてきちゃったな、俺。めっちゃ登らなあかんな。もう一回、右目からスタートしようか。さて、大雨ですけれども。登れるかな。視界がむちゃくそ悪いんですよ。ほぼほぼ見えてないんですよね。大丈夫なんでしょうか。うわ、思った以上に崖やったな、これ。登られへんな、この感じ。失敗したな。めちゃくちゃ雨や。ここら辺からこう大外から攻めていかなあかんかったな。ここら辺は急激な谷やから登られへんで、この雨や。失敗したな。ここら辺ぐらいから行きゃよかった。ちょうどここら辺なんもないよね、ワープポイントが。ここら辺から攻めていきたいのに。もう一回左目から行くか。もう一回右目から。あの山の、外側から攻めていきたいですね。うん。これやったらいけんちゃう？緩やかに登れると思うんやけど。雨でも登れる道を発見したか。ついに。これの真ん中の湖あたりが多分目的地だと思われるんですが、ちょうど雨も止んだ。ここはなんだ、湿原？何これ。あー、なんか強いやつやな、これ多分。ヒノックスとかいうやつちゃう？やべえな。なんかマークつけとこう。はい。まあ今
今は無理して戦う必要性はない。お、これはもう検知してきてるな。これの上か。これの上っぽいな。なんとか上昇気流を掴んで上に上がらなあかんっぽい。なんだ、沼か。いや、ポカポカだけがあるってことは、温泉、ちょっと湧いてんねんね。ど根性崖。すごいタイトル。すごい場所やな。あ、でもゴロン族も普通におるやん。スウェット。ああ、もう、あれか。あの、ちゃんこ食いすぎて、スウェットも脱いだんか。と、トレーニングする頃、頑張れ、僕、頑張れ、ゴロ。ああ、僕がリトル族なら風に乗って上まで一飛びなのに。あの、ボロとしてんのね。ゴロン族が一生懸命。はって。ここはゴロン族のトレーニング場ゴロ。崖を登って自分の工場を示すゴロ。挑戦したいなら崖の上にいる兄貴に話してみるといいゴロ。まず上に登らんと挑戦できないと。おお、一気に上まで来れた。兄貴はどこや。グアチん、グアチ島の祠来ました。兄貴がいないな。まあいいか、兄貴のことは無視するか。あ、いた。いたいた。まあそう。ここはゴロン族の熱いトレーニング場ゴロ。一人前の男になるための修行場ゴロ。さよなら。はい。あ、入らせてくれへんね。マッシブ。この場所は俺たちド根性三兄弟が認めたやつしか乗れない特別な舞台頃。悪いがどいてもらう頃。認められたければトレーニングする頃。しゃあないの。やるから、じゃあ早く言ってくれ。どこ脇にはいかない頃。ここは俺たちド根性三兄弟が認めた男しか立てない特別な舞台頃。今はうちの末っ子がトレーニングの真っ最中頃。とはいえお前もなかなか根性がありそうな男頃。よし、お前もトレーニングする頃。もしこのトレーニングをクリアできたらそこをどいても、ここをどいてもいい。やりまっする。滑らされとるやん。よし、いい返事だ頃。半端なく鍛えてやるから覚悟をする頃。熱いトレーニングの内容を説明する頃。ルールは極めて簡単頃。崖の下からスタートして宣言時間内にここまで登ってくるんだ頃。ただし、登ってくるだけではダメ頃。崖の途中にあるルピーを拾ってくる頃。時間内に崖を登り指定した額以上のルピーを拾ってこれば合格。時間内に登れなかったり途中でやめてしまった時は、拾ったルピー返してもらう頃。己の肉体の限界、精神の限界を試す熱いトレーニング頃。では今から、ど根性崖を登り始める頃。やらざるを得ないんか。20ルピーもすんのか。始めます。おう。100ルピーを集めればいいんだね。わかった。100ルピー集めたらもうあの上昇気流乗っていいんかな。根性が腐っとんね。根性を鍛えるトレーニングをする前に根性が腐っとんね。何秒間？あ、2分。3分間はある。ちょうど雨もやんだし、いけるでしょう。この感じででも100ルピーはしんどいぞ。ねえ。ねえって誰に言ってんの。ねえ、これ。この感じ、あ、じゃじゃやってまうしな。この1ルピーを取るために、いちいち落ちてもうた。え、なんでまた一番下に落ちるんだ。
やっとゴルピ。はい、慎重にゴルピ。さあ、休憩所。第一休憩所です。知らんけど。14ルピアでいける？こんなんで。この崖の長さも知らんしやな。全部上昇気流で登ってきたから。ああ、でも20ルピーもおるぞ。あの赤は20やろ。オッケーオッケー。これでやっと41。いけるんかこれ。残り半分やぞ、時間。真横移動やで。さあ、体力がやばい。飛びすぎたな。頑張りゲージを上げるために祠に来てんのに。頑張りゲージが足らんのこれ。82やと、この赤ルピー取ったら100ルピーにはなるぞ。まあ、あとは登ればいいだけやん。よし、あとはゴールするだけ。もう近いんじゃないの、ゴール。いけるぞ。わしゃいける。そんな気がする。登れんのか。登れんのかよ。完全に登りきったと思ったわ。時間ギリギリ。7、6、5、4。どこに行かないといけないの？いや、ついてるやん。お、ゴールしたんか。残り0コマ3秒。アメージング。トレーニングは見事合格だろ。ハードでトレーニングをクリアするとは。俺たち、ど根性3兄弟の4人目を名乗っていい頃。約束通り、この舞台に立たせてやる頃。そして、4人目の兄弟よ。ど根性崖には何度でも挑戦できる頃。さらに難しいコースも用意してる頃。挑戦したくなったら声をかける頃。まさか、ほこらチャレンジがミニゲームやとはね。シリーズ、共通のっていうか、自由でよく出てくるミニゲームやったと。4人目兄弟よ。トレーニングのクリアは見事だった頃。しかし一度の成功では満足してはいけない頃。日々の鍛錬、ダイマンの努力こそ、一人前の男には必要頃。そして、さらなる高みを目指す試練も用意した頃。その名も、超ど根性崖登り。やりません。全然マッスルに寄らんな。やらんときは全然マスに寄れへんねん。じゃあ行きましょう、この祠。あ、もう祝福や。なんもないやつや。ただゴールするだけのやつです。はい。氷雪の体験。いただきましての解放です。さあ、あとは、神獣2体なんですけど、とりあえずこっち方向に向かいながら、祠を探していこうかなっていう感じですね。で、今、ハートは何個？ 2、4、6、ハート、11。とりあえず、1個いっとこうか。かかりこ村。女神像他にもどこにもあるんでしょうけど、毎回かかりこ村行ってまうわ。さあ、これでハートの器を増やして、12個。ハート12個になりました。
うん。そして、とりあえずこのエリア行きたいんですよ。大森林のエリアかなんかわかんないけど、森林の塔ですか？うん。ここに行って、とりあえず森、コログの森に向かっていきましょう。